お前がご手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、イマサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さて、今回は相手の方が居飛車ですね。で、居飛車なんだけど何してくるんだろうっていう感じですよね。まあ飛車先ついてみるか、まあ銀を上がって雁木にはするんだけど、何してくるんですかってちょっと聞いてみたいですね。うん、まあ飛車先ついてきたんで、おそらく、なんだろう、まあ右四間飛車なくなりましたね。この歩もついてるから。なんか銀を上がってきて、矢倉にしたいと言っている。まあまあ、銀上がってきて、まあ、歩もついて、まあ、いつもの雁木の形に合流かな。まあ、総矢倉っぽいね、部分的にはね。早囲いか。で、歩ついて、まあ、角引いて使うんでしょうから、俺も角は引いて使いたいな。で、これ、今この瞬間、一回押しとくてやるんかな。なんかね、4五歩同歩同桂なら銀と交換になるからラッキーじゃんっていうのはあるわけですよ。でもさすがにやりすぎかな。4五歩同歩同桂で、銀上がってきて銀と交換になって、角の睨みが気になるから、取れんでしょとは言ってみたい。取れんでしょとは言ってみたい。ああ、まあ取らないよね。まあ取らないよね。そうだよね。なので、どうするかなんだけど。一回くらい取っとくの全然ありなんだよな。まあ取り込んで、まあ皮膚剥がしたよっていう感じにしといて、で、まあ俺も角引いとくんかな。まあ金上がっといて、で角引いて使うよってやっといて、まあここの歩交換したいぞって言ってる感じかな。あとはまあ角ここに据えるポジションも全然ありえるから、まあこれ端は受けといて、まあ銀出てきますよね。でよ、まあ一旦銀上がるかな。一旦銀上がるかね。桂頭のカバーしとかんとここの歩はつけんぞっていう感じかな。まあ銀出てきたからにはなんか5五歩とか7四歩とかで銀の活用をしたいっていうのが、まあ一貫性のある手っていう感じではあるよね。まあ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 、飛車回ってきたのはいいんだけど、これは3五歩にどうするんだろう。5五歩は同歩同銀で5四歩打っとけばお帰りに帰るから大丈夫。これ一回ここ聞いてみたいけどね。飛車先の歩交換も別になくなっとるし、まあ王様どっち書こうかなっていう悩みはあります。まあ左かな。なんかね、まだ歩ついてきてないしね。まあ、角交換、角で歩交換しといて、ここなるぞって言ってるんですけど、まあそうっすよね。で、なんか形はなんかこう、銀が出ていく形が気持ちいいよね。うん、なんか銀出ていって、飛車回って右四間飛車みたいな感じにしたいから、まあ左かな。銀上がるか迷うけど、一旦こっち寄っときますか。まあこれで囲い完成ぐらいにしておきましょうか。
で、歩打たれたら、なんか角をね、17に引くのがいいかな。この場合、こっちなのかな。近いから17かな、かな。まあ、飛車は、これ、角睨みから、角の睨みここになるぞって、7一角なるっていうのを見てるんで、まあ、先手番の符号で言うと7一角なる見てるんで、これ、縦にしか動けないっすよね。この飛車は。まあ、その間にこっちは銀上がってってみたいな感じかなとか思ってるんですけど、なんじゃこれは。7分。5五歩同銀 ?5 五歩同銀は歩打ってお借り願ってもいいし、か、別にこの銀ってさ、この、歩守らんでいいから攻め銀としてこうなんかバッと出ていって取られて同銀みたいな形にしといて、飛車回りに対してはどうすんだろう。一回下から受けてもいいか。で5五銀同銀同飛車、もう一回銀打っとくみたいな感じもあるよね。全然ね、さすがに取り込まれたら一回は、まあ、同銀って出ていきたいかな。さあ、これは中央での戦いをどうやって制するかみたいな感じになっとんかな。まあ、そうよね。まあ、ここにしとくか。まあそれは取っといて、そうね、歩打って5五銀同銀同飛車の瞬間に別に何でもないと言いたいが、飛車がどこに引こうとこれ成れるのは確定してるんだよね。なのでこれなるぞってプレッシャーかけとけばいいんじゃないかな。でもしそれが嫌なら角交換してくるのっていう話なんだけど、いやーでもそれもね、なんかおかしいよね。まあ俺の方は飛車を右四間飛車に回っといて4四歩突いていくみたいな感じなのかな。4四歩同銀同角同金同飛車みたいな感じで2枚替えしようぜって言いに行くみたいな。そうよね。で飛車回ってくるやん。で受けたから、まあこれは右四間飛車回っといて、次4四歩突くぞっていう感じかな。まあ、攻めの作戦としては成功しているとは思う。まああとは、なんか1号歩の味付けをしとくかどうか問題はあるんかな。1号歩、いやそう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 、まあそれはちょっと気にはなるけども、どうすんだろう。いや、系統が気になるんだよな。か、強く戦う前に、もう一丁囲っとくとか、まあ、囲ってもなっていうのがあるんで、これ3三桂跳ねとくんかな。3三桂跳ねて、こう4五桂見せて、この銀どこ行くのって言っといて、こっち引くならやっぱりここ弱くなるし、まっすぐ立ってくんの？いやでもそれでもあるよね。やっぱ桂跳ねじゃないかな。5分。なんか桂跳ねていきたいけどね。
で、その桂跳ね許さないぞってここを突くのは守りの手にしかなってないんで、まあ銀出ていくんかな。なんかね、部分的にはまあこの銀はもう置いとく。本当はこっちの銀さばきたい。だけどこれ歩、例えば3五歩同歩同銀、うん、それはまあ角かな。そうよね、部分的にはそうやって出てくるよね。でよ、まあ下がって、下がって、で3五歩ってこと？どうなんだろうこれ。3五歩同銀、3五銀同銀同角、3六歩、4四歩突き、3七歩成、銀銀角に歩歩で歩突かれて歩って取って、飛車取られた時にまだ大丈夫だからこっち突っ込む手で勝負する。角はまだ3五におるんよね。行ってみる。で同角で、そうよね、それで勝負してくんよね。いいよ、飛車はあげるよって言ってみる。それは勝負するか。同金なら飛車がさばけるし、まあこれこうやっとくんかな一回はね。で角に当たるんだけどどうするかなんだよな。そうですよね。えいや、さすがにないか。さすがにないよね。いやマジか、それ通ったのか。まあ飛車乗ってきて底歩を打つのかどうか。どうなんだろうこれ。うまくいってるようには見えないんだけど、まあ底歩かな。何されても底歩なんでしょうね多分ね。まあ底歩か手番握りに行くなら、まあでも底歩かやっぱ底歩。そうなんよね、それが気になるんだけど、まあ金で埋めとくか。あ、角の王手、王手は銀打ちかな。そうね、どうしようかな。3分。粘るならどこに行くんがいいんかな。まあ、一回歩打っとく。なんかそれは違う気がするんだけど。2分30秒取って、と金作られて同金にしちゃう。うちはさすがに嫌やったから、まあそれはまあしゃあないかな、しゃあないかなってことで、となるとまあ銀打って角捕獲しに行きますか。まあ切ってきて同金かな。切ってきて同金、まあそうよね、そうなって、はあ、いや重い、それは重い、それは重い、それは重いぞ。まあ飛車下ろされてもまあ玉ここ逃げといてって感じじゃないかな。まあ逃げといて、まあ一発角は打つか。おそらく歩打ってくるでしょう。そうよね。2分。でよ、金取られた時にやばいのかって言われたら、取って取って飛車乗ってきてこういって金の王手になってんのかな。となると脱出ルート開けとくべきだって話にはなるから、
ここかな。銀上がった方が良かったかな。まあ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 、ちょっと細かい話ではあるんですけど、こっち取られたら同歩でしょ。で、どっちみち逃げるよね。まあ、こうかな。ここの地点逃げれるとしたってことですよね。まあまあ取って。まあそれは取るんじゃない？取って。1分30秒。どないしようかな。まあ上がっていくか。上がっていくか。いやでも角打ちがあるんか。角打って、角打って、玉上がって、ここ取られて。いやー、どうしようかな。それはこっち逃げるしかないかな。で、角打ちは、まあ、横避けといて、大丈夫でしょ？瞬間ここに今聞いてるから大丈夫でしょ。角地味にここに聞いとんか。まあ、こっち逃げかこっち逃げか迷うけど、上かな。瞬間上だと思うんだけど、上行って切られて大丈夫だし、上行って金取られて同歩に金をどこに打つんって話になるもんね。まあ上かな。で、同玉に、まあ取って飛車手に入った。はい、ありました。はい、ワンポイント感想戦やっていこうと思います。はい、ワンポイント感想戦やっていこうと思います。今回ですね、まあ、元流の戦いやったんですけど、58手目で、この銀を動かしに行く3三桂じゃなくて、8六歩からこっちのね、7七の銀を動かしに行った方が良かったみたいですね。具体的には8六歩に対して同銀なら、ここの地点やっぱり2枚になってるんで、これが6六歩が効くよねっていう話で、同歩だと8五歩の継ぎ歩があると言ってるんですね。まあ、取ると同桂で、ここの銀が動くことになるから6六歩が効くまるみたいな。まあ、瞬間下がることになるんだけど、まあ、下がると今度は7六の歩が浮いてるんで、6五の銀が出ていけば、こう銀、ぐいぐいっといけるっていうことですね。はい。で、62手目もそうですね。これね、銀が動いたことによって瞬間的に6六地点弱くなってるんで、これ6六歩が入りますよね。これね、近いから見えんかったけど、そうかそうか。まあ、取ったらさっきとね、角突っ込む手と一緒なんで、まあ、7七金寄りとか、6八に下がるとか、7五を取るとか、まあ、大体3択ぐらいかなと思うんですけど、まあ、寄る手から考えてみますか。寄ると、何がポイントなんだ。まあ、これが動いたから邪魔だと言っているのかな。8六付けと言っている。8六歩。まあ、おそらく、例えば、7五銀なら、同銀。まあ、この瞬間、角銀交換ではあるけども、ジャンプ、そうか。8五桂にジャンプできるよと言ってんのか。で、金が余計にくくねって言ってるんですね。で、7七桂なる、同桂。で、6一飛車一回避けとけと。はぁ。まあ、6六歩一回利かして、7七の場合は、まあ、8六歩なんだけど、これ同歩だと？いや、すごいね。これ、攻めは飛車角銀銀桂って言ってる、もしかして。6五銀左。まあ、角取るよね。で、同銀で出ていった時に、ここのカバーできてるって言ってんのか。で、まあ、7四歩打って同銀の形にさせといてっていう。
まあ、次これ7六歩狙ってるんで打ちたいところに打ってっていう感じなんだけど、それでも突っ込んでいく。同金なら斜めに誘って6七歩成が入ると言ってんのか。ひえー。でまあここ確かに入れたいんだけど、一回こっちで金取りにしといた方が、引いて歩成った時に逃げる場所ないでしょってことか。ひえー。これはなかなか攻めが決まってますね。で8六歩に対して違うわ、6六歩一回入れるんか。6六入れてこっち下がるのはじゃあどうなのっていうと、まあそれはこの位を支えに行くために、まあ支えつつ7四地点の補強もしたいから6五銀左ってことか。まあまあしかも浮いてるしね。でこれで同銀同銀で押していけばここのカバーできてるし、まあさっきと似たような話になるってことですよね。いやすごいなこれ。角いらねえから守備の銀くれっていうことか。4六角打ちはあるけれども桂馬は瞬間大丈夫なの？マジかそれ。これ角成るってきそうだけど、8七歩成るが先手だよ。金、いやーいやーきつくね。まあ、同金なら瞬間歩打ちが入るでしょ？ 7 金は ?8 七銀。いやーこれゴリゴリされて怖いなー。めっちゃ怖いんやけど、これ突き歩詰めがあるよって言ってるんで。まあそうですね。やっぱりね、この、なんか右四間飛車の形にしたんだったら、もうゴリゴリ攻めていかないかんっていうのが多分ね、心を鬼にして攻めていかないかみたいなのが多分あるんでしょうね。はい、いかがでしょうか今回ね。雁木右四間飛車の戦いやっていきました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。